長岩城は、大分県中津市山形町にあった城。大分県指定史跡。福岡県との県境に近い扇山と、周辺の四方、谷窪などに築かれた中世山城。石垣や、石類のある中世山城の中でも特に規模が大きいとされており、縦岩を持った石積み櫓や、登り石垣など他に、例のない構造物も多いことから、 貴城と呼ばれることもある。宇都宮市一族の豪族、野中氏の居城であった。研究9年、野中重夫社が築城したと伝えられる。築城後は土塁などを使った一般的な中世、山城であったが、南北朝から戦国時代にかけて増改築されており、特に豊臣秀吉の命で、黒田義下か、長政らが、武善国に来た頃に移しみ、 石垣を多用した城に変化したと考えられている。天正16年、城主の野中鎮犬は黒田長政に攻められ、省略による内容者が出たことで落城し、その後は廃城となった。1984年に地元保存会などにより部分的な修復工事が行われ、1998年には大分県文化課による現地調査が行われた。 なお、現存する石垣遺構は、江戸時代前の遺構とされるが、石垣遺構群の時代区分の詳しい断定には、まだ至っていない。2011年3月29日、大分県の史跡に指定される。登山口となる、大分県道2号沿いに駐車場と、トイレが整備されている。扇山の頂上に、広さ約20メートル四方の本丸があり、 周囲を腰狂わと石垣で囲んでいる。また、西東にそれぞれ、西の台、東の台と呼ばれる出城が存在する。長岩城の全域にわたって、安山岩を使った石積み機構が約20カ所あり、石類の総延長は約700メートルに及ぶ。特に斜面を上に向かって伸びる、上り石垣は、本城の特徴的な移行とされ、空堀りも並行している。 本丸と谷を隔てて相対する側にも出城があり、石積櫓や,や、宝座跡、陣屋跡などがある。石積櫓は、文字通り安山岩を積み上げた、高さ約1.5メートルの櫓で、銃岩を3カ所備える。この銃岩は、下から攻めてくる敵兵を撃つためと伝えられるが、当時のひ縄銃の射程を考慮すると疑問視されており、少し離れたところにある。 弓形宝座と呼ばれる石積みの台座と合わせて、敵の様子を見張る、監視所だったと推察される。なお、当時はウロを防ぐ屋根があったと推測される。また、本丸側と石積み櫓側の間の谷川沿いに、和ず木戸二の木戸三の木戸と呼ばれる木戸が三段構えで設けられていた。和ず木戸が谷川の最下流に位置しており、 長岩城の北側を流れる津民側に面している。ありがとうございます。